ご飯ミンタめっちゃ可愛いなこれ。これ可愛いな。だからダサクさんがリボルビングドッグしたのは当たり前なんですよ、この世代なんだから。いじめたあかん。ほら殴られてるやんお前。あかん。むちゃくちゃしたあかん。優しく優しくしてこたろ。こたろいけない。優しくしてください、うん、俺が注意してこっちにこたピーって見てるときに猫にぶん殴られてたわ、うん、一番ちっこい猫にぶん殴られてたパーンって顔膝乗せてーって。あ知ってる。あれすごいよな、ボタンで会話する犬。あれ、なんだっけ、名前、なんだっけ、リンタだ、リンタだ。クソでかいボーダーコリーちゃんなんやけど、まあ、くんか、ボーダーコリーくんなんやけど、なんか、家に、そのボタンみたいなのが大量に設置されてて、で、そのボタンが、言葉になってんのよね。だから、例えば、なんかご飯欲しいとか、そういうののボタンがあって、これを連動させて言葉にして、話してくるんだよね。コリーはマジで頭いいのよ。へえ、あー見たことある。犬が生態系の頂点に立つのも遠くない。サンゴボタンめっちゃ惜しくな。これコリーだろ。ほら。すっぽ。大好き。大好き。大好き。これ会話してくれね、これで。大好きだから大好きをしてるのす。ね。これすごいよな。あとこの奥さんがなんかすごい声がなんか VTuber みたいな声してないの。俺あとでご飯ちょっとナチョみたいな声。確かによくよく考えた。これ散歩行きたいな。お父さんたまに入ってきねえと。お父さんの声が完全にあれだよな、ゴザ引いて飯食う人よねえな。おいしいかもの人の声やねこの人。そう、これだからナチョとアルカラが共存してんのよこれね。ナチョとアルカラと賢い犬の3人で暮らしてる家みたいになってて、ここめっちゃすごないこれ。ご飯これやばないって聞いたら、そう、じゃあご飯って押すんじゃなくてちゃんと、ほら、大好き欲しいってのやばない。ちゃんと分かってるよな、これ言葉ある程度なんとなくニュアンスやろうけど、ご飯が欲しいかって言ってるから、いちいちここでご飯ってわざわざ改めて言う必要ないみたいな。だからここは欲しいって起きてばいいみたいな。うんね、パパ俺より賢いな。大好きって押すと飼い主喜ぶのは分かってそう。コタもできますか。ここでご飯って押さないの理解しすぎてる。コタも起きるでしょ。マジで可愛いリンタ。だいたい最終的にご飯でね。ご飯。リンタと会話しよう。わらわら。ヤンキーより賢いやん。ご飯大好きマン。ずっとご飯。可愛すぎる。ご飯。わら。わらわら。リンタ。わらわら。めっちゃ可愛いなこれ。リンタママ遊ぶやばないこれ。これやばない。リンタ可愛すぎる。パパ何ですか。可愛すぎるわ。こんなにボタンあったら覚えられない。可愛い可愛いかも。ご飯ですか。パパご飯。うん、もう食べたでしょ。欲しいですか。考えてる。あとで。あとで欲しい。あんまいらんかったらしい。あんまいらんかったらしい。別に今では。だけどすごないこれ。ちゃんとさ、あとでって言ってさ、多分ほんまにご飯あとでいいと思ってるのこれ多分。だから帰ってんのよねこの後。奥さん声かわいすぎだな。人間の子供は壁ドンでご飯要求したりする。これで。って言った後にこのまま帰ってんのよな。ほら。
今じゃないなって。そう、ご飯惜しかったら多分ちゃんとね、ちょっと考えてから今食うかな、まあええかみたいな。でこれでご飯欲しかったら普通犬ってここで待機するけど、待機せずにそのもう人に下がっちゃうからほんまにいらんかったよなっていう。ね、確かに。ご飯か、ご飯か、リンタご飯か、リンタご飯か、リンタご飯か、ご飯や。はいはいはい。ちゃんとボタンに押してる。ママ、パパ。ご飯か、ご飯か。絶対ご飯。星、星、左上、左上か、リンタ。星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 。実況者研究、すげー、コタにもこのボタン用意しよう。部屋の前にこれを借りて。あ、リンダ来た、リンダ来た。何？これリンダほんまかお前。今これリンダちょっとこれ意図せず押してない、これ大丈夫リンダ、これミスってない？普段左手でいってるけど右手でいってもたぞリンダ今これ。これミスやろ。あ、もう強制で遊ぶモード入ってもた。あとで、ハハ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 ハ。今パパ遊ぶおしまい。リンタ。これ今使ってこれリンタ。遊びに行った、遊びに行った。パパおしまいやないな。パパパパおしまいとか押すんかなこれたまに。いやこれマジ可愛いな、これデカシルリンタっていうチャンネル、これデカシルリンタってこれマジで可愛い。こいつリンタロング動画とかもあんのかな、実際の練習方法とかの動画もあんねやな俺。まあけどな、やっぱ動物動画ってやっぱすごいよな。俺思ったんですよ、動物をプロモーションとか、動物をこういうそのコンテンツとして一つの動物をメインで据えてるのの一番始祖って何なのかなと思った時に、あのもしかしたらこれはソフトバンクなんじゃないかって俺は思ったんですよ。まあ志村動物園のパン君っていう可能性もあんねんけど、けどパン君はちょっとチンパンジーやからね、ちょっとその動物自体が珍しいから、うん、あのお父さん犬はさ、犬っていうありふれた動物やけどお父さん犬として認識してなきゃ。というわけでアイフルのクーちゃんもあるか。アイフルのクーちゃんってどんなやったっけ。アイフルのクーちゃんめっちゃチワワ流行ったよねこれね。そうこれ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 、あの一時期チワワブームでうちんちんもチワワいてんけどさ、あの今はあれなんですよ、あのどちらかというとあのパピオンじゃなくてね、今はトイプードルがめっちゃ流行ってるらしいんですよ。多分今日本国内で一番流行ってるっていうか売れてるワンちゃんは確か犬種的に言ったらトイプードルらしくて、そうでそれが当時チワワが当時もう一番売れてた時期があって、そう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 、その時にこれが多分きっかけで。ダメダメだってほら見て可愛いよ。ボーナスまで待ちだ。この俳優かなりの畜生だったらしいよ。チワワ今2匹おる。トイプードル人気のがすげやろ。今考えたらこの金買ってチワワ買ってんのか。ゴールデンレトリバーしかかたん。かわいすぎる。これかわいいなぁ。ナッツ、わら。あ、かわよ、わら。ナッツ、家の周りトイプードル来たらいい。うん、この当時からリボルビングドッグは推奨されてたんやな、こうやってみると。だからダサクさんがリボルビングドッグしたのは当たり前なんですよ、この世代なんだから。
当たり前なんです。うん。あ、佐賀さんや。あ、あ、俺が。あ、あ、あ、これあれが。チームギャラシーですか。広告出てきた。佐藤屋さん募集するっちゃう。狂ってる。狂ってるこれ。とんでもない。あ、なんみんな持って帰ってる。本当可愛いですね。どうかよろしくお願いします。あ、お前ブリーダーやった。お父さんブリーダーだったよ、あそこから。あ、そういえば俺なんか広告でお見合いみたいなしてるシーンあったかも。そういえば、あ、お見合いして子供生まれたってことか。はい、わかりました。かわいい。ねえ。めっちゃ CG や。かわいいけどめっちゃ CG や。違う犬いる。なんか違う犬いる。ああこんだけ飼えるかなーってことか。こんだけ養えるかなーのアイグルだよこれ。かわいいマジで。いいなマジで。パパ、パパも狂ってる。パパドッグルーム作ってる。パパ行くとこまで行ってもらってる。あ、こういうのもあんねんな。アイフルでちゃんとこれはアイフル借りるときちゃんと事前にっていうことね。うん。いやけどこれはさすがに欲しくなるよな。こんなんさすがにクーちゃん。けどクーちゃんももうさすがにもうなくなっちゃったんかな。クーちゃん。うん、これタヌカナは F カップ。見る？節約したいなら、値上がり、値上がり、値上がり。あ、そう、巨乳好きじゃなくても巨乳と付き合うと、もう貧乳いけないんですよ。言われます、それ。私、付き合った男がさ、今までもう A カップの女として付き合ってない。モデル系スレンダー美女が好きな男。確かに付き合っとった人、なんか背がスラッと高くて、細くて、まあ服とか似合う感じの。あったんやけど、まあ私と付き合うじゃないですか。得意に話してる。父あるみたいになって、ことあることにこう横目でこう父を見て、こう横父女がこうやってなんかツンツンとか刺さって、キャーみたいになってるわけ。ほんでその、なんかこう横とか
かに座った時もこうやってやっぱり横乳とかこうやってうるっさキャッとかなってるわけうるっさやな今までやっぱり乳とかってさ別に今なくてもいいとか思っとったけどある方がええわって寝返ってたんだけど寝返るんですよその前にある大きなたわわな乳を見て寝返らないやつってまあおらんと思うおもろわらわらニッコニコやん楽しそうおせぎやん寝返りわらわらいい思い出を、うん、自分の中のいい思い出を楽しそうにちなみにノイジーフォックスで神奈川さんはマジでなんかみんなのママみたいな存在になってるらしいみんなめっちゃ懐いてるらしいよぽいわくいややっぱ何でもかんでも親身に聞いてくんちゃうやっぱりうん世話焼きやろうしうん結局やっぱノイジーの中にいる人間ってそのまあフォイとかもそうやけどまあ結構その何でもできちゃうしなんか何でもかんでも気合とか言っちゃうタイプやからさ、うん、気合がないやつが気合が入らへん状況に陥った時にやっぱ困る時にやっぱ種川さんみたいな存在は、うん、結構重要な感じじゃない優しくできる人はその痛みを知ってる人だけやからやっぱりっていうのはあるよな、まあ、痛みを知ってる人だけではないかもしれんけどやっぱり痛みを知ってる人は人に優しくできるからさやっぱそういうのは大事なのかもしれないやっぱりね苦労してればしてるほどやっぱり人に優しくできるというかやっぱなんか誰でもそうやもんな一回落ちてからやもんなみんな人間うんみんな打ちしがれてから落ちてからが本番みたいないや俺も一回もどころか何回もしてる人生で何回も何回も失敗したけどな失敗談って言っても例えばそれこそ YouTube 一回オワコンなりかけてるしさほんまにあの時はきつかったからな月の売り上げが月間50万とかになった時もあったしね月間50万の売り上げでけどゲーム開発してるから何百万ってお金が出続けるとかの時もあったしだしなんかまあその時一番結構やばいなと思ったけども朝起きてもそうもう朝起きてなんか寝る時は明日頑張ろうってないけど起きたらもうなんか何もできんく気持ちになってなんかこうもう起きることもできひんみたいなうんまあ別に俺気合で起きんねんけどあーそうそうそういや多分うつだったと思うけどなあれおそらくうんうんそういや多分ちゃんとうつだったと思うけど気合で耐えた一番最近の失敗出たらそういうのやね大体そういう系がやっぱり失敗かなまああとゲームだって、まあ、もちろん失敗やし一発目のリリースはだからまあだからけど結局のところ俺のなんかあれとしてその成功するまで何回も挑戦し続けたら絶対成功するからさ成功するまで挑戦し続けたら死ぬか成功するかのどっちかやからさ結構そういう気持ちでやってるから別にあんま気にならへんけどけどなんか結構やっぱうんそうなんよねいやけどマジそうなんよねだから成功率 100% なんねだからあれと一緒やねんな、若さビルドみたいなもんやねん。リドールしまくればしまくるほど、絶対にオーブはしてんねん。リロールを10回したら 100% オーブはしてますっていう、あれと同じ。うん。だから資金がなくなったら死ぬだけやから、あとは。別にもう死んだら一緒やん、何も。別にもう死んでしまったら別にもう 何もないやん、結局、うん。失敗も成功もないから、その時はもう感情もないし。うん。だから死ぬか成功するかだから失敗はないっていう絶対に死んでしまったら失敗した経験もないからなここでもブブブが役立つ、うん、そうだよね BPB は人生に役立ちます